Ah!
ではそろそろ X のイベントやっていきましょう。さあ参加される方はあんまり出かけない方がお二人いらっしゃるので、これはこれで参加。そろそろやりましょう。今日は今日に次はイラストでお願いいたします。何やろうかね。まずはシングル戦やりましょう。シングル戦漏れたか、どっちかですね、今のは。あー、そうなんですね。高かったか。あの技6フレなんで、それなりに速いですからね。6だったかと思います。サマー7。あ、サマー6。どの感じですか。ダブルサマーかな。そろそろやりましょう。たまにはシングル戦もやりましょう。シングル戦ですよ今日は。シングル戦です。1人2キャラ、2キャラでいいかな。数は少ないので
同キャラはナッチにしときますか。まあ、多分ああいう人を使わないんで大丈夫ですよ。じゃあ、あ、じゃあこの前と一緒で、一回死んだキャラ使えない。え？一回死んだキャラ使えない。ああ、シングルで。シングルで。いや、俺のバルログ出ちゃう。いろいろ使いたい人に向けて脳の安徳ぐらいだったら帰るよ。あ、ヒデ、じゃあそろそろヒデ、あ、ヒデいないけど、ヒデいないですよ。あ、いや、いる、なんか似てる人は。ヒデはいないですね。いない。よし、じゃあ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 もういいかな、締め切って20分ぐらいになると来るんですよね。あ、同キャラありでもいいかな。あ、なしにする。機械さん、機械さん連絡ないですね。あ、グリグラ来ますね。了解。じゃあ一回死んだキャラ使えないやつでお願いします。他は大丈夫かな。じゃあ締め切りますよ。大丈夫ですか。それ、締め切りますよ。そろそろよろしいでしょうか。よし、ハサミに入る、うん、シングル戦ですわ。名前変えます。その名前は
もう封印した。つもり。そうなんですか。なるほど。知ってる、かわいい。これはかわいい。そうなんですか。二宮明日さん。マジで可愛いなと思いました。逃げてる。逃げてる。可愛いかな。じゃあよろしいですか。始めますよ。今日はシングル戦ね。一回使ったキャラ使えなくするのはちょっと厳しそうな人が多いので、変えて OK。 2キャラ持ち、ただ2キャラは変えてください。違うキャラでお願いします。皆さん始めるよ。ルール説明するんで聞いてください。本日は2キャラ持ちです。2キャラ持ちですのが、2キャラは変えてください。違うキャラでお願いします。だけです。でシングルトーナメントでございます。いくぜ。シャッフルシャッフル。よし。じゃあゼロ回戦が4つありますのでそこからいきましょう。キャラは、自由です。自由ですが2キャラは変えてください。先方だけ申告してもらいましょうかね。うん、いや使えないのなし。うん、何でもいい。ただ2キャラはこう、変えてくださいということです。では 1P 側クレジンさん。 1P 側スーピー側二宮明日香さん。二宮明日香さん。二宮明日香さん来ましたね。相手の方はね、お金は入れないでそのままさんが来ております。はい、本日のトーナメントを貼りましたのでご確認お願いいたします。見えるかな。ゼロ回戦4つですね。ワンピー側クレジンで、ツーピー側が謎の男二宮明日香さん。ビルテやってるらしいです最近。さあ端っこに詰めて波動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 と。さあもともとというかずっとサード勢なんですけども、最近は何でもやっておらず。ということで勝利点ちゃんと出るもんですね。詰め込んでいる。第5サイクルまでしびれますね。次の試合、皇帝くんが 1P 師匠 2P で失礼。さあこれ 1P 側はクレジン、ダルシムがメインですね。この責任 P が二宮明日香。メインキャラを先に出した感じですかね、これは。だ
中ゴス。おお、ピヨッたよ。うわっ、はい、恐竜飛んじゃダメですねと。さあ出てくるのはダルシムでしょう。今回キャラクターは自由です。はい、1人2キャラ持ちです。言ったよ、ちゃんと言いましたよ。1人2キャラ持ちでございます。キャラクターは、変更自由ですが、あれですね、1キャラ目と2キャラ目だけ変えてくださいという、そういうルールです。この前やったあの1回負けたキャラはもう使えないルール、僕は好きなんですけど、ネットフでサブキャラがない人が結構いるんで、今日はやめておきましょう。さあ知ってる、投げる。さあクレジンサードフェイに負けるわけにいかないぞ。この人カメラに映るのが楽しみですね。今はアンピーが映ってますが、やっぱりうまいですね。二宮明日香さん、今度 の, あのプレステ4で出る、いやあれを買ってみようかなと言っておりました。さあタッチをキック、うわっと進化アップネーが残りかすガードになる。恐竜しっかりしていた、これはお見事、スーパー気持ちよさそう。はい、次は皇帝師匠です。イグゼットに合わせてコッパンを押してください、ワンピー側で。あ、間に合わなかった、間に合わなかったね、間に合わなかった、ねえ、ごめんね、ねじ込め、ねじ込めますよ。じゃあね、グッチグリングラ2回転トモトは選んでください。ゼロ回転、ハイジンくん、ハイジンくん、 1,2,3,4 どれがいい、 3? あ、僕とゼロ回転です。本日のルールは、1人2キャラ持ちシングル戦でございます。で、2キャラは別のキャラを使ってください。ただし1回戦使ったキャラ2回戦で使わなくても結構ですし、ずっと同じキャラ使っても結構です。さあ配膳点入ります。マネジメントにはありませんが配膳流、参加ということで、ゼロ回戦が終わるまでに来てくれた人は、参加 OK にします。さあ師匠のバイソン強くねえかこれ。これ今のところ戦闘キャラ深刻にしようと思ってるんですけど、みんな自由に使っちゃってますね。まあそれはそれで OK です。さあ後手のメインキャラのサガット、バイソンはめちゃめちゃむずいですね。基本勝てないと思っている。じゃあ師匠バイソンこれ使い込んでますね。動きが来ている。パンパンも止めて、カメラカレーをやっているぞ。アッパーか。これもともとメンタルとかそういう話ですね。グランドアッパー皇帝は端に詰めたが、相手がゲージ持っちゃったのでやり直し。かなり怖い怖いが、1ロットずつ削らないといけない。フルレージ入っちゃう、画面発射して OK。 すえー師匠が圧勝。では、ひとし松本 1P 小江戸 2P です。
これはどうすればいいんだ。エグジットに合わせてコパンを押してください。一回ちょっとこれ作り直した方がいいのかな。どうぞ。松本キャミン久しぶりですね。そしてスーピー側は小江戸ガイル開幕前ジャンプ強パンチというキューリーガン以外何も考えていないやつ。さあヘルが通って、これはヤバいやつ。おっとおかわり自由。もう一丁以外一丁勝手にしてください。これは中中ダッシュスパイラルって言いますね。さあうまいが浮いている。めくってかなりドタって持っていかれましたね。スパイラルうまい、これうまい。上り強キック、さあめくりしてスーパンで降り、ダブルサワーはまず当たりません。さあ小江戸はメガでしょうか。ベガ、これは結構ベガが強いと言われてますけども、全然ワンチャンあると思うんですよね。クーリガン通りまくる。ペイロンよりキレがいい気がする。次の試合 1P バイパー 2P テラさんでお願いします。ダブルにからめくり投げる、あの投げに逆らってシャモンを出してガードされるとダブルミーが2ヒットしてまためくりがいます。よし、ちょっとダブルに、あ理性を捨て去った小エロ。ピンガスに1ヒットで安いが押し込みがついてくるので何も変わらない。歩きなきこれうまい。ダノ打ってきちゃったか、裏にいる。サードプル中圧パネル、これ入らない。最高で痛いを強くして最後はゲラン、アクリルが入ってる、大丈夫。今日は2キャラ持ちで1キャラ目と2キャラ目変えてください。ルールそれだけです。それトーナメント。私もツムとヘイロン、今日は赤い色。最後削ってめくりを投げられる支援客。一気にがなかなか取れない。危ねえ、すげえ当たり方した。おお、ジャンプとして今のは一回裏経由してるので支援客はかなり絶対やってるんですね。危ない危ない、本当に危ない。さあスライディング、小江戸がスピードアップやってくる。さっきからレッドキューいい当たり方2回したんですけど、それで持っていけてないのがもったいないですね。投げる、うおっと強パンの隙間にサイクを刺さる。さあ小江戸どうする、残り強キックタイク、小江戸勝利。あ、紳士協定ありました、リュウガイルらしい。裏切りもあるよ、裏切りは、裏切りは。手が滑らないんで、リュウガイルそのままやってますね。さあ、本日のトーナメントこんな感じでございます。もう一回減ってきます。
ワンピー側がマイパーがいる、ルーピー側がテラサンデュマイパー相手がシンクを持ってきたときから押し返すという、これはディフェンス力が高い。サーバーガードスダブル出して終わり。今のサーバーガードは使ったね。開幕バイオスの上で一気に橋が近い。おっとダブル対決したぞ。テラさんはすぐ勝つまでですからね。おお、うまい。重圧を使って、あーっといやらしいところに昇竜拳、近いところに置いておけ。おっ、あーあー、いや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 、さあ、バイパーはホーム来ましたね。次ゼロ回戦、もう一個あるので僕とハイジンでやります。ワンピーツーピーは好きな方を選んで、おっと頭の上に行きそうだったところも上昇率高いとして、ああいうの見せられるとこの機能がかなりやすいですね。波動にコンドル、やめておけ。うまいな今のダイエンス。さあ波動ガードになる。うわー打ちたいよね。あの技もいうのは集まらないですから、一瞬負けてるので命がかかってます。コンドルが痛い、かなり減るよ。コンドルが痛い、回される。始まるぞい。うまい。さあ何が出てくる？何が出てくる？テラさん何を掴んだ？キャミーなのか？お、ガイル。これはバイパーさん喜んじゃうやつですね。サラサンワイルかなり強いですよ。フープ戦の攻撃をやってる動きですが、もうこうなったら相手は関係ない、関係ない。さあまあこけないようになんとかしましょうというそんだけの話ですね。乗り越え前、あれはサラメガード来ると乗り越えくなる。ナイスタワー、残りはいかない。危ねえぞ。うわー始まる。さあ2飛び、さあドンドン、バイパーに立て。フォークやっぱり強い。これでルーターさんありますからね。ではハイジン 1P、 どっちがいい？怪人対2回転、キャラ、先方キャラ決めましたね。怪人が 1P 側 S 剣、次2回転はブランカ。さあお互いサブキャラとはいえ
キャラ差でいったら、はい、S 剣相当有利と思われますが、まあ、そこをどう通していくか。もう3が入ってピオリ1、昇竜が強い。耐久が今のはダイヤし取れそうなところではあるが、小足から噛みつき、ちょっと波動が違うので勝手が配信違うか。波動波動バフ捨てに波動が刺さる後ろから、波動波動波動、耐久はしない。昇竜ここは怪しいところ、今の間に合わない飛び、前捨てから噛みついて昇竜出していく。小足ダイヤシにローリングぶっ放す。リバランス持ってボッタチに波動、いい波動でしたね。さあ昇竜昇竜裏、たまらずば空達で逃げる。歩き波動から、あ、集まり、ダイヤシャドウね。オファン耐久下段が刺さる。 80P 回転が勝利。最初2キャラ目はさすがにメインキャラ、ハイジン X 竜でどう対応していくか。くぐって投げ、ダイヤシは届かないか、ちょっと遅かったかな。さあリバランを中盤で止めて、飛んできたところを耐久波動、波動を前捨ての反応が難しいか。後ろ空いている、ボタンを押していく。あのファイヤーがあるんでブランカ側はおそらく S 剣もきついが、 X 剣はかなりきついように思えます。ファイヤー確定、下段にことごとくローリング当たっていく。この状況はもう厳しいか、飛んじゃうと厳しいですね。波動間に合わないかな今のは。さあリバナ当たって裏ガードして、続きキャンセル前捨てが通る。翻弄していく2回転、足払い。さあもうゲージもチャージされている。ちょうど無敵で抜けていった2回転が2立て。さあ二宮明日香さんですよ、はい、二宮明日香さん分かります。二宮明日香さんですよ、かわいい。あ、そんだけです。あ、はあ、はい、存じませんでした。あ、そうですか、はい、サードの鳳凰です。おお、鳳凰という唯一の称号を持つ男ですね。すごい。さあグッチガイル、これはあんまりブランカーフォークあたりは、はい、うん、ブランカーフォークは確かによく見ますけども、グッチシリーズ、グッチシリーズもいろいろいますからね、はい、バイソンとかもね、ねえ、バイソン強いでしょ、はい、
新進バイソン、スキバイソンとずっとやってたんで、それは強いでしょうという。ああ、なるほど。確かに。さあ、飛び落とされて。ちょっと、あれですかね、やっぱり、ライル戦は経験値がものを言うかなという。そうですね、微妙な間合いと微妙な有利不利がかなり出るので。そうですね。非常に上級の竜の人が、うん、大足キャンセルジャック波動を、はい、その猶予ギリギリでキャンセルするっていう、そうですね、そこで有利を取るっていう話を聞いて、俺たち頭おかしいな俺はそんなことできないという、サガット登場だけど、エッサガの予定が僕のコマンド失敗しました。何年ぶりだろう。このままでいいんですか。このままやっちゃいましたね。まあいいや。これ S はまああれだけど、 X 下がったら相当きついですよね。まあまあいけるんじゃないですか。まあまあいける。まあ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 楽しい。あ、楽しいかどうかで楽しいぐらい。確かに。まあ、ナノさんとかないですよね。だ。これこそ本当に経験値というか、絶妙な前取りとか。そうですね。有利不利が。S サガとは違った。そのキャラ弱いと。超える。おお、対空したぞ。投げ前が狭すぎる。全然ですね。はい。だこれは、ね、これは良かった。失礼しました。僕が見てたからだね。タクッチさん勝利で、次はグリグラ 1P 師匠 2P です。その次が2回転 1P 小江戸 2P ですね。キャラクター聞いてないけど、まあいっか。なんかサブキャラみんな少ないからそんなに選べないということでしょうね。さあ先ほど皇帝くんを2立てした師匠バイソン、まあ、しかしこれやっぱ やってますね。バイソンとベガは結構似てるんですよね。さあ、ひざつかみ、クレジ出しちゃった、波動をもらって、グリグラペースになる。ヘッドを打ち切る。さあ、この組み合わせ、ほとんど、昇竜ぶちかまされて、ひざつかみ以外では負けないんですけども。まあ、あとは たまに竜巻行ったり来たりってやつがありますかね。もう膝つかみなしでグリグラが取っていった。タンパ グランド、そして掴んでいく。表ガードした、よくガードした。そして対空激しい、詐欺飛びではないがやっていく。剣に前飛びするあたり、ちょっと剣戦をやり慣れてない感がありますね。さあ掴んだのは師匠。ああ、ちょっと遠い。ヘッド、うわー、行ったり来たりして、しかしここで昇竜、うまい。昇竜ねじ込んだ、裏に行く。もう波動は打ちづらい、間合い的にもきつい。師匠が下がり気味。あーと、ダイヤスにかくったー。師匠バイソンが勝利。結構やってます。一人用でしかやったことない。マジか。ミスター強いぞ。さあ、一人用でしかやったことない。
とは思えないような動き。投げる、高めからダイヤシグリグラホイホイ。まあ今日はちょっとチャットメッセージが控えめですね。みんなガンガン書いてくれていいんですよ。だー、そして劣化神剣、すごいキャラですわ。バイソンが火力で負けるというとてつもないキャラですよね。あれ、中島さんもいる。中島さんに坂本さんまでいる。マジか、ちょっと間に合わなかったね。さあ、ダブルに熱空客乗っかった。これは経験値がなさそうだぞ。投げられる、どうするどうする。ナイトメアも止まる前、全部食らう。あのモードにならないのが一番ですね。やっぱりで空客で乗っかられると非常に面倒くさい。さあ、しかしこの投げがまた対になってるんですね。おっと、ダブルにめくりを見づらいやつをよく見切った。さあ、タシクオポン、うまく動いて、うわーすげー食らい方した。勝ったのはグリグラ。さあ、2回転 1P の 2P 小江戸で、あ、さっき申告してなかったですね、私すみませんでした。うわー、すげーキャラかぶせ。さあ、2回転ダルシム対小江戸ガイル。小江戸さんは昔ガイル使ってたという話を聞いたことがありますが、それにしてもちょっとこのキャラはかなりきついか。さあ、もうダルシムの完全な間合い。この中盤だけできつい。前にも言ったことがありますが、私は X をやり始めたときにかなり強い帰りの人がシャガー中 P だけでダルシムにぶっ殺されてるのを見たことがあり、このゲームやべえなという印象も満面の笑み。2回転いい飛びだったが間に合ってしまうガードが。弾踏んでしまって相当きつい。ワイヤーモード、先っぽだけ当たったのはいい当たり方だったが、対空が終わりすぎてる。まあ、今のは飛んでもまあ確定だったので、まあしょうがないかなという感じですね。さあ、小江戸、2キャラ目メインのベガ。しかし中攻撃いっぱい食らってピオール。2回転ダルシム、なかなかいい感じでベガを封じていく。小江戸はどうにか接近していろいろやっていきたいところだと思いますが、
さあ下段コンスラストは超強い。コパンで落として最高。さあ離れるとうまい。インフェルノ間に合って5ヒット超痛い。スラスト強い。2回転が2立て。申告です。はい、決まりました。さあちょっと意外なキャラが出てきましたね。バイパーベガー、バイパーベガー。おさあ友澤バイソンがかなりのじや生き生きと、はい、あのグッチガイルを殺し続けてたんですけど、あ、まあ、ベガ戦はね絶対よく知ってるんですよ。そうですね。グレゴルさん大丈夫？風？マシンではない。マシンじゃないっすね。喉がね、喉がまずい。さあダンパーヘッドプレスで行ったり来たりしてた。ワンピー、次グッチ、クーピーグリグラです。タチコーキック、うん、さあ投げる、うまい。うっ、危なかったな。雨が足んなかった、時間足んなかったんですかね今のね。どうですかね。あ、もしくはあのしゃがみついてキックが時速で当たっちゃう。あーなるほど、キャンセルもできない状態だと。そうですね、あれ結構あるんですよ。なるほど。うわ、いいホバー。ライトメア、おーっとバイパーベガーが一本取り返す。うまいっすね。うん、圧倒しちゃうかと思いきや、はい、ただし、トモザベがこれ生き生きするんですよ。そうっす。いやこれベガきちんだろっていう感じの、ね、そう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 、見てから無理だよねっつって。うわー危ねえ。あーなるほど、投げるよね。投げねえ、クレイジー最後まで。メインのバイパーフォーク、フォーク。まあ、相当、まあ、うおっ、おー、フォークというか、はい、バイソンがいける組み合わせだとは思うんですが、このレベルのフォークなんてやっぱワンチャンが端っこでこけたら 100% 死にます。はい、今のもうちょっと手前で、はい、多分わざと大丈夫、あの食らってましたよね、下止めを持続するために、はい、そこは功を奏したという感じだったんで。でもまあ食らってた場合はコンボつなげてっていうのをちゃんとやっていくだけで OK なんですよね。うわー、グランドアッパー、このキャラ強すぎる。さあ友澤が勝利。じゃあグッチグリグラやりましょう。グッチ 1P、 グリグラ 2P です。インディア、はい、グッチさんキャラは、はい、 OK、 では始めていきましょう。 1P 側グッチバイソン、 2P 側グリグラケンでございます。これ見てお分かりのように一家に一台バイソンという、そういうキャラです。ただ剣もいけなくはない。
昇竜引っ掛けて、昇竜引っ掛けて膝で掴むだけ。剣眼は非常に簡単。さあ空達おじさんになっている。空達おじさん、空達おじさん、空達が落ちないおじさんになっている。実際結構めんどくさいですね。昇竜かすらせて膝掴みに行く前に掴み返される。おーでかい膝掴み。これ端っこなのでどうする。下がった。だー漏れた。バイソン汚いぞ。グッチのバイソンはさっきも言ってましたがかなりかなりやってます。しかも先生が強すぎる。前足当たって下がりながらしゃがみキョーパン。これうまい。ガー一回こけるとすぐこれ壊し。確認なんてしない。壊し膝つかみそのままいく。グッチはここで竜。いやあこんにちは。もっとコメント書いてくれよ。This can is unbelievable。 確かにうまい、うまい、超うまい。さあグリグラ乗ってきた。サブキャラとは思えない精度。アッパー非常に強い。さあこれはどうする。大足当てていくのはグッチ。波動は踏まない。さあ真空が怖い、真空が怖いがグリグラ前に行く。うわやったが劣化が出ない。昇竜割っていく。さあグッチ結構必死、体力も負けている。 IH になった。これはあと一発になるか。真空が溜まる、投げる、よけた。さあ危ないぞ。グリグラ剣を乗らせるとさっきも一気に持っていった。さあうまいですね。これは飛びを当てていくのはグッチ。そして竜巻昇竜エクスパー連携がやり返す。さあ空達がちょっと機能しづらいか。強調で落として真空がある。これはだいぶプレッシャーある。おーおーおーおかわりしていく。さあ勝ったグリグル首をかしげる。さあ僕が 1P で友が 2P です。はい、キャラ決定いたしました。お、バイソンベ、バイソンベがこれ 1P が2回転ベガです。 2P がトモザバイソンです。色がややこしいんですが、下段下段必要に下段。これは確定か。
じゃあ送らせたチューピー裏、おーおーおー、これがきつい。デビリバで逃げるのはありそうですね。動いてくるところを、あー、ここまで歩いての投げというのはありなんですね。相当強い。お、引っかかったが、どうする、吐かせて、この後ドットアッパーが当たる。今のにー2回転チュンリー対空テンション、でかいタンパが入って出すとグラウンドまで入ってもう7割投げ返し、これは確定ですね。さあ天使をしっかり出す、そこから下段選択、弦から中足とかいうわけのわかんない連携でも強い。さあ短波からグラウンド、ヘッドを当てていく、天使を出して切り返し、背中から中足から中足が入る、このキャラ。中パングランド、ここで押していく、でかいタンパから、あ、はい、こんにちは。さあしかしダストが入ってもう虫の息の2回転チュンリー。トム・ザ・バイソンはまだ体力余裕あるかと思いきや中足刺さってダブル KO ですね。うまい、しっかり見てた投げ返し、これの後の受け身からの投げが確定ですね。スピバーを出す、天翔にヘッド、トモザ・バイソンが2立て。さあこれでハロー、これで、ウィナーズの決勝戦ですね。さあ先ほど大活躍グリグラケン、そして先ほど大活躍トモザバイソン、いやーバイソンに負けるとまず悔しいんですよね。僕はバイソン戦結構得意な、うおっとナイス詐欺飛び、うわーうわー技が全部強い。さあ足払いからのなかなか怖くて下げ、膝つかみに行けないですね。下段を埋める、あれも だいぶ度胸が座ってますね。これは昇竜かすってめくりバックジャンプで対応。さあグランド入ってグランドアッパーしっかり対空、これは強い。この試合終わったらルーザーズやりますんで、最初ワンピークレジン、ツーピーコイドでお願いします。さあ体操グリグラフェイロン、うっと今の横止めもう使っちゃいましたね。
ごめんね、日本語しか喋れなくて。チャットの海外勢もつまんないかもしれないですけど、画面上はレベル高いんでご容赦ください。さあ、トモザマイソンがここまで無敗。さあ、グリグラがすっかけにいかない。うわー、今のやばい。これはすごい、キャラが強い、間違いない。みんなマイソン使いましょう。さあ、ルーザーズやりますよ。クレジンさん、クレジンさん、オッケー。ツーピーガー小江戸さん、ではキャラクター申告お願いします。オッケー。それではルーザーズ1回戦第1試合始めていきましょう。さあ、1P がクレジン、エスダルシム、 2P 側が小江戸、エスベガスーパーでやれと。さあ、この謎のデビルリバースですね、これが非常におしゃれ。まあ、ベガはそうですね、あーダッシュベガじゃねえから。うわ、出会った、歩いて投げるよちよち歩かれたぞ、これは面白い。デビルリバースとジャンプ中盤以外はそんなに変わんないですね。さあ、サイコマジックが始まっております。これ楽しいよ、これみんな、うわー、うまいな今のは。サイコマジックはタチジャックキック、金ジャックキック、しゃがみ中パンチ、中サイコグラッシャーです。中サイコグラッシャーから、金ジャックキックはダルシムはレーンガーになっちゃうんですよね。さあ、これはダブニーが刺さって、まずは小江戸のエスベガーが取る。ただし、あれ抜け方が1個だけありまして、1個目は、あ、2個ありまして、1個目は食らう、まあ死にかけますけど、2個目は中サイコの初段と2段目の間に割り込むだー。さあ、投げだんなかったですね今のは。おっと、危ない。ただは中サイコの初段と2段目の間はそんなに隙間があるわけじゃないので、インフェルノがあればいけるって感じなんですね。うわー、1点で抑え込まれる、これは強い、小江戸が勝利。次の試合が皇帝 1P バイパー 2P。バイパーさん、試合して、スピーカーです。キャラクターを、オールドベガーはね、今日はサブキャラ2キャラ持ちなので、あー、なんかもうムーンって言ってる、ムーンって言っちゃった。さあ、ナイス勝利、今の勝利はいいですね。じゃあもう一回貼っつけますよ。よいしょ、これで見ていきましょう。あーとか言ってたら2回光っているさあ、これは大変気持ちいいですね。
先ほどバイソンに負けたフラストレーションをこんなところで発散しているバイパー。おー、開幕トマホーク当たったら、これはさあアパカで OK ですね。アパカで OK なんですけども、アパカに対してトマホーク合わせるとトマホーク勝っちゃうんで、置き攻めに昇竜拳を重ねるという無茶の読み合いをしないといけない。まあ、それが通ればいつか2択になるという、そういう感じですね。このタッチューキックですね。合ってます、合ってます。あのタッチューキックがゲランタイガーにかなり一方的に勝ちやすい。悪くても H、 ひとし松本、二宮明日香、次の試合です。さあ、ほういけない、コンドルダイブ、コンドルダイブ、これは2位が遅かった。さあ、アッパカで OK だけど、この体力だと自信を持って出せない。ダイヤスタイクにしたいんですが、この確定がでかいですね。これのおかげでサガットの方がうわーとか言ってたらキャラ対を見せるバイパー勝利。1P 側ひとし松本、2P 側二宮あすか、試合です。2キャラです。次の試合が 1P 側テラさん、 2P 側師匠でございます。次ね、はい、1P 側はひとし松本スーパーケン、そして 2P 側が二宮アスカ X ケン。先ほど僕がエッサガ出すの失敗しちゃったからね。この組み合わせは、まあ、だいぶ S ケンですね。だいぶ S ケンですが、うわー、裏にいる。あの辺ちょっと闇なんでお気をつけください。スレイダーさん辛そうですね。大丈夫かな、はい、喉が、うん、雨舐めながら。そうですね、テラさん結構久しぶりですね。いるんですけどね、はい、いるんだけど、イベントは久しぶり。波動さっきからね、勝利うまいんですよ。ジャック、そうですね、03とかだと、はい、対空昇竜が中じゃないとダメとか、はい、あ、そうですね、結構あるんですよね。最近のシリーズは割とそういう感じが多い気がします、ね。うん、まあ、03は最近では全然ないけどX と1、2年ぐらいしか違わないんで、うん、あのゲームは。それこそ、スト4シリーズとか、そうですね。あと、スト5も、まあ、中勝利です。うん。あ、5も中ですか。そうですね。今日はダメ？遅い？いや、今日でも、大丈夫だと思うんですけど、中は特に今のバージョンは、はい、上昇、空中技に対しての無敵がついてるっていう。なんだそれ。そんな属性があるんですか。よくわかんないけど、そういうことらしいです。へぇ、まあ、どっからの発生かまではちょっとわかんないですけど、多分、まあ、かなり有効で、大昇竜は剣なんかだと、はい、確かちょっと遅れて無敵になるんで、まあ、全然見えてる、出は全然ありなんですけど、あとは、遠めの飛びはいに対しては大昇竜っていうのは、あ、横に伸びるとか、はい、そういうのですね。上昇竜が無敵になるまでが遅いって今言いましたよね。どういうことですか。中和シャドウ、そういうゲームなんですね。僕は全然知らないんですけど、5はだから埋めてたら、はい、潰されます。そうなんだ。そうだから EX とかじゃないと基本的に。へぇ、一番最初のバージョンはそれが大丈夫だったのかな。あー、うん、
て勝利強すぎだろうと。あ、そうだったんですね。はい、ということでクラカンもらうからいいじゃんね。まあまあまあねっていう気はしないではないですけど、まあ、さあライゴス投げ、うおー、このくぐりはサード勢っぽい、あるのか昇竜拳ですよね。だーっさあゲームの文句言ってますけど、着地のね、わかるわかる、硬直が短いですからね。短いんですよ。はい、20年前のゲームだもう20年前ですから本当にこのゲームは。では、テラさん師匠キャラクター申告 OK。 あ、これね、ルッチさんと、はい、ハイジン君やりますんで、もう、あー、うん、なるほど、ルーザーズ今抜けちゃってるんで、はい、お願いします。次行きましょう。ハイジン君、次グッチさんと、さあこれがテラさん兼、そして、はい、師匠バイソン、昇竜で切り返し、つながってないが下段中段、おお危ねえ。さあ相模教パン相手になった、ここで押してくる、おっとトップスピン、うわっ、おーマジか、うわー、さすがに、ね、今うまくやったら多分抜けましたね。え、遅らせて昇竜レッパの、はい、1、2段ガードした後に3、4、5を弱ヘッドで使うんですよお互い。へー、で今1段、1、2段が使ってたんで思いっきり引きつければ多分、なるほど、総裁という、まあ、お互い無敵ですね。さあ師匠ベガ、このベガね、はい、すげえ強いんですよ、はいはい、すげえ強いけどあんまり外に出なかったので、まだその、ね、いろんなキャラとの対戦経験がないという、あ、なるほど、ことで前に何度か東大戦来た時にも、そうですね、見たことありますけど、うん、強いっすよね、うん、ただ本人的にもあんまりこう自信がないみたいな、はいはいはい、感じで、でもテン、おお、それは当たるね。絶妙なホバー。で、天長竜の、はい、ホームである富士見大勢。はい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 。もう富士見大勢では、うわあ、うまいうまい。さ、これは欲張ってもよかったが、欲張らない。危ない。これはナイトメアがある。ワンチャンか。ジャブは偉いですね、今ジャブで落ちなかった場合はすごい高めくらいになるから、はいはいはい、あー、これは危ないよ、危ない、テラさんが全然ありそう、テラ昇竜出してるよ、ある、かなり歩いてる、危ない、あー、テラさん、うまい、うおー最後の選択肢は良さそうですね。そうですね。どうしよう、上り中 P とかでも返せないかな。あ、もう上に来ちゃったら無理なので最高かな。あー、厳しい。おーおー、だー、師匠ゼロノットの呪いが。下段センターガード、うん、ナイスガードですがもうほとんどない。いい波動昇竜拳ですよね。いや、今の持ってき方素晴らしい。勝ったのはテラさん12番とグッチさん試合です。ハイジン君と 1P2P じゃんけんして決めてください。キャラはH
はい、それでは 1P 側ハイジン 2P グッチ、おさあ、ハイジン君はちょっと今日遅れてしまったので、はい、名前がありませんが、あら、あだ、完璧に回していく、もうリバーサルを出し続けるのが正解ってことはもう出し続けないといけないんですよ。ああそうですね、出し続けるのが難しいですけども、まあ、そこは腕が問われますよね。うわー通しちゃった、うまい、まあ、グッチフォークがやりたいことをやって自分が気持ちよくなることだけを考えていく。あー間に合わねえのか、カラジャンプダブルに間に合いそうでしたけどね。間に合いそうでしたね、怪しかったですね。さあこの三段ヘールピヨッてだ、安い。さあそして息を吹き返した廃人パチコキック、おー勝てる。さあキャラはどうする。次の試合 1P 小江戸 2P バイパーでお願いします。なんかすごい人が増えてるね、みんなの試合目的ですよ。さあ廃人はエース剣、えぐいキャラを使っていく、はい、今見たんですけど、あれですね、コンドルに対して、はい、勝利早めでも潰されないから、それは、ね、まあ、そういう楽なんですよね、どの勝利でもいいし、はいはい、そうですね。さあグッチこれは厳しいか、どうする、あー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 三段ホーク、このゲームにおいて、はい、まあ、弱キャラと言われていますが、うん、果たして本当に、いやなんかずっと疑問に思ってるんですよね。いやまあ、強くはないよな、強くはないんだけども、ああそうですねまあそうっすよねって言うしかないですよね、このキャラは。いやあれっすよね、どのキャラも強いポイントはあるじゃないですか。そうですね、そう、なんていうの、その上位互換のキャラってほとんどいないじゃないですか。うーん、まあ、そういう意味では、あ、結構キャラがすごい多いゲームだと、このキャラ使うんだったらこいつ使ってきゃいいじゃんみたいな、全然できるなみたいなキャラっているじゃないですか。フォークはいないですよ。そう、このゲームはないから基本的には、まあ、そういう意味ではキャラの強いところを押し出せるというか、うんうん、押し出せれば全然ワンチャンあるというか、そうですね、待てちゃうという感じなのかなと。うわぁド中棒行動で勝ちましたね。やばいっすねこれ、これちょっと灰皿ソニック飛んでくる可能性がありますよ全然ネット対戦みたいだったな、やばいっすねマジかいいぞ、そういうルールだぞ。まあ別に全然ね、どの試合でもキャラ変えて大丈夫ですからね。さあ どこにカーソルが合うのか、バイソンやめた方がいいんじゃないかな。グッチに露骨、今ペコさんがこれ、はい、この組み合わせは苦しいけどワンチャンがあるところ結構見せてくれてるんで、はい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 、可能性もゼロではないというところですね。そうですね、削りに使っていく、2回溜めて出てない、出てない、出てない、せっかくいい感じで溜まってたんだけど、削りで使ってもう一丁溜めるのはすぐ溜め切ろうとする、はい、まあこのキャラね、こんなクソ強いスパコを持っていながら溜め能力が尋常じゃないんですよね、めちゃめちゃ高いですよね基本的に防御行動で溜まるキャラは強いです。バルログとブランカ、はいはい、
この間あのタケル5で組んだ、はい、あの中に、まあ、ギルティやってる子がいて、はいはいはい、まあ、X ほとんど触ったことないんですけど、はい、あのバルブじゃないブランカか、はい、ブランカの爆捨てでゲージ溜まるのを見て、はい、このゲームやべえなって思って確かにそういう今のゲーム、まあそうっすよね、やってたらあれでゲージ溜まっちゃったらやべえだろっていうことは、まあ、とてつもなくスパコンが弱いだけなんで、そう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 、あれでスパコンがクレイジーだったら化け物になりますよ。そうですよね、爆捨てだけするね、中とかが出ますよね。 その化け物がバルログですわ。まあ確かに、だー重なってなかった。勝ったのはグッチ、コエドワイパーやりましょう。コエドさん、ワンピーコエド、ツーピーバイパー、キャラクターの進行お願いします。はい、決まりました、どうぞ。やっぱ長いっすね、ダブルイルミネーション。長い長い、まあ、しばらくお待ちください。何人でもだって何試合、そうか、2キャラでやるからいけないのか。そうだそうだな、まあいいや。さあバイパーがさっさと試合を終わらそうと、はい、おー投げ間広いな、そして すさまじく鋭いめくりだったが、おおやめておけ。あバイパーさん、あそこ昇竜拳苦手なんですよね。あちょっと早い推奨がやりにくいのもあるんだ。まあ、白いアンは出てるよなっていう、そういうところ結構。うわー何、やめておけやめておけ、うわー、さっきからバイパーさんの立ち台経営の刺さる率がすごい。そうですね、これは非常に、そう、決めに行くときにそれを刺しに行く。うん、最後かーくて、さあいつもと違うダブルディベル忘れる。さあ埋めた竹、まあめんどくせえと言っているめんどくさいんですよねこれね、わかるね。あの食らった後にリバーサルでデビルリバースを出すと直前に出した必殺技に化けるので、横ため技が下ため上で出るっていう結構強いことができるんですよ。おっと最高、ね、さあバイパーめんどくさくなっている、はい、もうインヤになるのか。タッチキック、うーわ回して、うーわ、まあ、まあ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 強い。次ひとし松本ワンピーテラさん 2P です。まあの日はやってるよね、そうだと思った。さあ小江戸もメインキャラを出していく。バイパーメインキャラを先に出したということは何か思惑があるのかですかね。まあホークベガきついですからね。まあベガはまあホークで一回はめちゃって、うん、このままっていうまあ目論みもあったんですよね。そういうことでしょうね。今のは猪俣形式のハメですね、うん、あれ N ジャパンから歩いてボタン話をするじゃないですか、はいはいはい、あそこをベガとかには、はいはい、中パンチ押しにすると、はい、そうすると暴れ技を全部潰すの、でもう一回重なる。さあ猪俣ハメ完璧、バイパー勝ち上がって、次グッチさんと試合ですからね。いやこの後ね、ワンピー松本試合だよ。ひとし松本テラさん、ワンピーひとし松本テラさん 2P。 テラさんはいる、キャラクターの申告をお願いします。はい、はい、両者決まりましたがね。
では始めていきましょう。 1P 側ひとし松本、 2P 側テラさん、松本キャミン久しぶりですね。うん、もうほとんど使ってませんね、はい、でもさっき見てたら非常にフーリガンが鋭く、なんでやめちゃったんだろうと思うぐらい。そうですよね、まあ、おそらくこの人すごい火力が好きなんですよ。あ、なるほど、火力が高いキャラを使おうという。あ、じゃあキャミンも軽く出せるかなっていう、うん、そういう感じなんですよね。お、その割にはって言うとあれだけど、うん、あ、今言ったけど、うわー危ない。フェイロンもね、すごいですからね。うわー、微妙に足りなかった。パワープラス、なんだっけ。そう、バックジャンプ強化うまいですね。あ、竜の波動をかいくぐる、これだけでキャミー使いは行ってしまうらしい。避けてる時間が一番楽しいという話をよく聞きますね。フェイロンよりね、だいぶ避けやすいですからね。だがしかし真空が厳しい。このキャミーが弱いのって、はい、X ぐらい弱いの、キャミが弱いし、そうかもしんない。なんとなくカプエスとかの03はあんま強くない。あ、03はあんま強くない、なるほど。カプエスは1も2もゲロ強ですね。はい、まあスト4系も弱かった試しがないですね。そうですよね、今作のスト5は最強だと聞きました、はい、ですと言われてますね。まあ強いとは思います。あの、いろんな手段があるし、未だに固めもなんか強いし、もう全てはキャノンストライクがいけない。あの技ね、あの技、あとまあカプエス2に至ってはスパイラルアロー下段ですからね。下段ですかね、やばい、波動拳の下抜けてくるっていう、やばい、本当にふざけた技ですよ。それが全キャンで飛んでいくんですよ。終わってますよ、終わってる。さあ、下段は、あー、そこのファイヤーは、おお、おお、どうした。さあ、みんなびっくりした。 1P、2P、実況全員びっくりした。うわー、これね、見てる。うわー、危ない。ピアルよ、ピアルよ、いく、投げ、さっきのファイヤー食らったとこ、うん、まあまあいいでしょう、今のはいいと思う。うわっ、レッグ逃げからの前飛び。さあ、テラさんどうする。テラホンダが火を吹くか、かなりモザイク気味だと思うんですけど。いや、バイソンはない。あー、いた、そのキャラいた、このキャラ、ジャマイカに目があった。あっと、しかしちょっとあれですね、自分の魂に従った感じでしたね。魂売らなかった、はい、うまい。すごい仲いい相手だったらもう平気で打ってくるんですけどね、この人も。あーあ、だったが、劣化剣を最後チューにしなかったかな。うわあ、変な当たり方した。さあ、この試合はどっちが勝つんだ。テラさんもうメインキャラとか分かんないですから ね、 ね、やばいよ。おっと、トルネーディ、これちょっと怖い、股間がちょっと当たるかどうかの前だったんで、うん、コンボ的にはちょっと、まあ、支援もありましたからね。そうですね、100としては全然ありでしたからね。先端支援になれば中足も届かなくなるため非常に、うわーっと、うわー、やる、ピオリーしか
ピヨンない。同時当てってあんまピヨンないんですよね。あ、確かに両方ダメージは入ってるらしいんですけど、さあ、ね、テラさんノリノリ、うまいうまいうまい。さあバイパーグッチやりましょう。オッケー。さあ両者メインキャラ出していく。これは紳士協定もクソもないという、はいはい、こういう感じでしょうか。さあまず波動見えてるコンドルだったんだけど、ちょっと間合いが難しかったですね。うん、コンボに行くかと思ったら光ってた。さあバイパーフォークはですね、はい、なんだかんだ言って光りたがりなんで。あ、そうですね、光ったら負けても納得してるって言ってましたね昔。逆にまあ光って分かんなかったら、ちょっと勝った時も納得いってない時があると。そういうことですよね。あの結構首かしげてますよね。そうですよね、そうなんですよ。まあ、俺はこの一本を決めるためにこのグラウンドに立っているんだと。さあいい勝利ですね今のは。グッチリュウのフォーク戦、さすがのものがある。昇竜落として、しかしバイパーのゲージがギラリと光る。さあどうする。おー、波動から真空波動拳レンガーになっちゃう。さあガイル来るか、何が来る。さあバイパーベガを出していく。ガイルじゃなかった、勝った後のことを考え。なるほど。あ、しかしまずここを倒さないといけない。あっと、ああ、届かなかった。さあダチジャブに対してサイコが当たり、ダブルに投げる。さあ上り中盤、これうまい。うわっ、死にかけた。ハードを踏ませて勝負、投げる。普通にグッチ勝利。さあグッチ勝ち上がり。ではテラさん2回転です。テラさん 1P。 キャラ決定しておりますが、テラさんはメインキャラかなの龍、2回転はダルシム。怪しい波動、ゲージを溜めに行くテラさん、もうチャージ寸前。いきなり真空ぶち当たる。下段下段でうまく空突でかわして、さらに2回目をチャージするか。
まい。下段。お、これは今のは中盤かな。回転倒しも窓を見てからなんか当てていく。神経ダイヤヘイ弱波動強波動、これは当たってしまう。2回転倒しも近づいてスラ空打をスラで透かして投げという。おめくりから大勝利引っかかる中ボス。スラの後のわリバーサーだったのでその場になっちゃったかな。回転だバイソン。うまい。スーパーハード。自動で出た。え？で、アッパーできた。ああ、失礼しました。中押すを吸い込んで右下を上から潰して、どうする。どっちどっち。中断しようとして、ここはちょっとアッパー当たっちゃう。どんなクソゲンなのか。下段ゴチゴチ下段ゴチ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 。これいいゲームっすね。同じ技を出すヘッドライナー。あ、ノイボーで切ってたら刺さるんですね。やっぱ当たる。この後はあアッパー透かしてのつかみ、テラーさん勝利。テラさんが勝利、グチさんが 1P。 サブキャラのバイソンに同キャラで負けたんですけど、いやーまあなんやねん、しょうがないし、まあある程度結構バイソン戦やってる感はありましたね。そうですね、はい、さあテラさんは今出したバイソンをそのまま投入、グッチリュウでグッチさんはメインキャラ。うわー、お電話ですね今のは。これはえぐい。今村超できるパンチ。さあテラさんはうまいぞ。うう、なるほど。がこれを一気にいっちゃいそう。あやばい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 。しそ早かった。一家に一台。あ
べえキャラだなこれ。マジか。これ X マニア外伝で見たやつですね。かぶせるキャラいねえな、バイソンでいいやみたいな。やばいっすね。一人3キャラでした。そうっすね。後悔するぜ。うわー、つながってんの。どうやってコマンド入れてるんだよ。さあグッチバイソン取り返す。グッチバイソンは沼バイソンから。わ中パン、うまいっすね。うわ中パンっすよ。第1ヒット安い、ね、タンパ重ねる方も重ねる方ですね今のは。そんな強いキャラじゃねえからこれ。え、強いんだけど何やっても許されると思ってるわけ。あ、でも今かなり自由度高い体勢になってると思うんですけど。自由度高いですね。だー、さあかぶせを返していくグッチ。まあテラさんがバイソンにかぶせられるキャラを持っていないというそういう読みでしょうね。チュンリーがいる。チュンリー出しちゃう。おっと出ましたね。テラさん、まあ、どのキャラ使っても確かに上手いので、うん、チュンリーも使えそうな感は見ものですね。まこれはでもチュンリーも相当むずいんで。ああ、そうですよ、しっかり対応するというか、うん、方針が合ってないとすぐ負けますよ。はい、お、うまい、本当にしっかり。さあ打つのか。まあまあガードやってることはパレパレ。あ、ちょっと色もそういうリスペクトがあるんですかね。藤沼カラーですからね。ああ、さあテンションなど気にしない飛び、あれがなかなか強い。さあこっちも気にしないだ。うわうわうわ、あああああああ、ぐちゃぐちゃ、がむしゃらですね。テラさん考えなくてもいける。いや、テラさん連戦です。テラさん 1P 側でグリグラさん 2P です。はい、結構長丁場になってしまいましたが、もう 2,3 試合ですね。つってもまだ1時間20分ぐらいか。まあ、もう皆さんキャラクターの申告は気にしないでやってる感じ。ここ考えるのも結構面白いんですけどね。さあ、テラさん竜が先に出てくる。まああとはバイソンが何とかしてくれるでしょうというそういう感じか。グリグラもバイソンに負けてルーザーズに落ちてきたので、ここは何とかしたいところでしょう。昇竜、歩き昇竜、壊し昇竜、剣使いはあれがタクだと思ってますからね。おっと、レッパデナイマン、うわっ、クータスで巻き込んだ。サイクロン方式、ぶっちゃけ、おお、今のは昔のアニケンさんのネタですね。でもあれね、強化動の時しかダメなんですよね。さあジャブを振りながら下がって、ここは数えてるはずがないが、うまくガードした。グリグラ剣かなりいい動きをしている今日。おお、うまい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 、にじり寄ってくる。テラさんの波動の手を休めるたびに目の前にいる。これはあれですね、すごいな。
だるまさんが転んだみたいな感じですね。さあやる、グリグラの動きがいい。そういえばこの人スト5で剣使いだった。やるーがーおーはさあテラさん、こういうところが非常に運がいいというか、こっから持ってきますからね。やるー、うまいな、スト5力が出てますね。テラさんのメインキャラをほふり去る。そしてガイル、さあ獣ロード開幕中立つ、あれが結構強いですね。まあちょっとしか減りませんが、ちょっとしか減りませんが、剣側としては大きな意味がある。昇竜を引っ掛けてめくる、めくり竜巻、あ中盤上昇竜。さあグリグラ剣が非常に強い、ノジアイでこんな強かったかなという記憶を探すのが大変なぐらい剣は非常に乗っている。体は調子悪そうですけども、さあしかしテラさんが細かく細かく取っていく。うわー、後ろそばとも見て波動に相手、これは見事。さあ緊急キック、あの技には剣のジャンプ強パンですら負けてしまう。投げる端っこ昇竜、さあこれは押し返しにくい、これで裏に投げる。テラさんが試合の作り方を心得ている、これうまい。さあどうなる、おお TBS TBS。 さあグリグラファイナル進出です。では友野さん3キャラ1回、3キャラ別のキャラ、別だからね、3キャラ別のキャラだからね。では、グランドファイナル A キャラいきましょう。キャラクター申告を、さあグリグラ絶好調、しかしここまで負けなしのトモザバイソン、開幕グランドアッパー、マイソンはねうまいんだよな、攻め攻めと見せかけて下がってのダブル2みたいな差し込みのグランドストレートが非常にうまいんですよね。そして投げ返しは必死、うわっ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 、これはうわっうわっ、お互いまあ、メインキャラじゃないようなそういうごちゃごちゃ感が出ましたが、さあ梅ヘッドうまい、ここはしかも、さあ今日はあれですね、グリグラの一文字が非常にダメージ源として優秀ですね。ナイス勝利、うーんどうなる、うわー熱波ですよね。これはやっとトモザバイソンが止まったというところで非常に大きな意味がある。トモザはしかし3キャラ持ち、2キャラ目は何が出る、トモザブランカ見たことある、あんまり使ってませんけどね、まあ長年このゲームやってりゃサブキャラの1つや2つ増えてきますので、がこれ勝ったとしてもフェイロンがきついですね。
昇竜よく見ている。今のは完全に飛ばされた形。さあスライディングからどうなる。うーっと対空出ない。うーわー下が取っちゃう。この組み合わせ非常に一文字が有効なので、さあ友座がおっといい差し返し、一文字にはあれが最大。投げが通っちゃう。画面端に持ってかれる。勝利券もう飛びは通さねえぞと上を張っているグリグラ。裏から勝利ガードガードしちゃって寒いですね。さあ大足中足埋めていく。さあなかなかにいい動きをしてくる。これはおっと今度は横から行く。ブランカ使いあのクソ遅い歩きでみんな歩き髪をやってくるんです。昇竜飛ばされている。かかとが通ってこれはかなりいい勝負している。 IH 勝負。うわーリバサが負ける。マジかリバサ何が出た。さあリーチをかけたのはトモザ。死んだかあと煽りに行くグッチ。いやみんな仲良しさんですからね。さあレッカ厳しい。レッカ厳しい。これはブランカがクッソムズカードなんでわかりますね。はい、確定を取るともっと痛い確定を取られるというこの辺がキャラさ。烈球支援技が全部きつい。さあ表裏はガード。あーあれバーチカルは当たりません。当たんない。さあ最終戦グランドファイナルの大将戦になった。トモザ対グリグラバーサスの東西戦の長いこと中堅の座を守ってきた2人。この2人が決勝で当たる。やっぱり継続は力なりです。トモザペガなんてもう出始めの頃はなんか初手とかそういうところにいましたからね。トモザベガ関東でも指折りのベガに大成長。8年ぐらい来ているということですからね。さあグリグラ乗ってきたがここでガードが硬い。一回離れちゃうともう一回来た。投げ返すガードしたが劣化神経漏れてくれない。さあグリグラペースだがトモザもちま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 体力を減らしている。投げる裏ガード投げもう一丁寄ってきた。あー届かなかった。勝ったのはグリグラ。というわけでグリグラさん優勝です。お久しぶりのおめでとうございます。お疲れ様でした。まあ、とりあえずイベントはここまでとして皆様の試合楽しんでってください。お疲れ様でした。ありがとうございます。グリグラさん優勝嬉しいね。
Yeah.
それではそろそろ配信はストップいたします。皆様ご視聴ありがとうございました。